皆さんこんにちは、スマッシュ TV です。9月17日に最終回を迎えた TBS 日曜劇場ビバンは半沢直樹シリーズ、下町ロケットシリーズなどを手掛けた福沢克夫氏が手掛けたオリジナルストーリーで、日本を狙うテロ組織などを秘密裏に始末する任務を行う自衛隊の影の諜報部隊別班の活躍を描いたドラマ。主演を俳優の堺雅人さんが務めました。最終回は世帯平均視聴率が番組最高の 19.6% をマーク。第1話から第9話の累計無料配信総再生数は同局ドラマ史上最速で4000万回を突破。さらには放送開始からネット上では考察合戦が繰り広げられるなど社会現象となりました。そんな中、10月13日放送のTBS 系中居正広の金スマスペシャルに福沢克夫監督が出演、ビバン誕生秘話を語りました。ドラマ内では様々な伏線があり、続編を匂わせるシーンもありました。今回はそんなビバン誕生秘話と続編の伏線について紹介します。本作には主演の堺雅人さんのほか、阿部寛さん、松坂桃李さん、二階堂ふみさん、二宮和也さん、役所広司さんら豪華俳優陣が集結。別班の乃木憂助はテロ組織テントのリーダー、ノゴーンベキが父であることを突き止め、その実態に迫っていくというストーリーでした。本作ではその世界観を損なわないため、約250人のキャストとスタッフで2ヶ月半にわたるモンゴルロケを敢行。制作費は1話約1億円と報じられました。こうした壮大な物語に挑んだ理由について、福沢克夫監督は、テレビ局のこれからを考えると、安く作ってある程度の視聴率をと言っている時代はそろそろ終わらないと、一つ世界に出なきゃいけないと力説しました。当たったから言えるのよ、偉そうにね、と冗談を交えながら、ある程度国際基準のものを作れるんだというところを見せれば、ある程度人気になれば他局もやり出すという気がした、と続けました。福沢克夫監督は、役所さんがなんで出てくれたか、阿部さんも二階堂さんも堺さんも二宮さんもテレビドラマにちょっと危機感を感じていただと思う、とも話しました。福沢克夫監督はTBS が誇る大ヒットメーカーで、福沢諭吉の子孫としても知られています。砂の器、華麗なる一族、半沢直樹、陸王、ドラゴン桜など多数の大ヒットドラマを手掛けています。さて、今回のビバンはどのようにして生まれたのでしょう。3年前の2020年、福沢克夫監督が大阪から東京へと車を走らせていた時のこと。普段は絶対聞くことのない地方ラジオから偶然流れてきたのが別班。嬉しかった。日本にも007みたいな組織があって、ちゃんとやってんだと心強かったし、いつかドラマにしたいとは思っていた。日本のために活躍する姿を描きたいと構想すること3年、放送まで内容を一切告知しないというこだわりぶりでした。福沢克夫監督は、近年海外ドラマやネット配信ドラマが台頭し、日本のテレビドラマの未来に危機感を感じていました。福沢克夫監督の狙いは、1、3話では別班を主役にせずに、ひたすら逃げるに重きを置き、まずはどういうドラマなのか知りたいと思わせ、4、5話で一気に物語を動かし、別班はあくまで主人公のただの職業として描くというものでした。そんな主人公を演じた堺雅人さんの凄さを語りました。堺雅人さんはモンゴル語がほぼ完璧で、努力もあるが、とてつもなくセリフを覚える頭を持っているそう。大したもんだなぁと思って、主人公は彼以外にありえなかったと語っていました。そして4話の主人公乃木のもう一人の人格が出てくる楊山本というシーン、あそこら辺はゾクゾクした。見ているお客様もピッとスイッチが入った気がします、と語りました。また公安野崎を演じる阿部寛さんをどうしても必要としたわけについて、存在感
結構人も死ぬし暗い話になるところを、本人は笑わせようとしてないんだけど、なんか周りをほっとさせてくれる。あれはなかなかいない。真面目になればなるほどクスッとしちゃうようなところ、あれは生まれ持ったすごいものだなと思って、今回やっぱり安倍さんは欲しかったと語っていました。そしてその野崎をサポートするドラムは、スマートフォンの AI 音声を使って話す姿や可愛らしい表情で視聴者から大きく愛されるキャラクターとなりましたが、福澤克夫監督はドラムはパクりましたと告白。そしてパクるって言っちゃいけない、やっぱりチューバッカが欲しかったのと、映画スターウォーズのチューバッカのようなキャラクターを作りたかったと説明しました。自分もドラマを作るプロになるとあの設定は大変、わーわー言って通訳でなんとかでって、あの感じは話は進まないしと、実際チューバッカのようなキャラクターを登場させるのは困難だったそうです。でもドラムは絶対喋れない方がいいなと思ったから、携帯で喋るようにしたと、結果的にスマートフォンを使って話す設定になったといい、あれはチューバッカからいただきましたとお茶目に語っていました。またドラム役の富坂さんについては、別にドラムのオーディションじゃない時に、あいつドラムが来たわけだよ、全然違うバルカ警察のオーディションに来たんだけど、ああドラムと思って選んだとビビッと来たことを明かしました。そして今作では若手女優飯沼愛さんにも注目が集まっています。今期は広瀬アリスさん主演の同曲系マイセカンド青春に出演、何事にも動じない優等生キャラ沢島マリン役に挑戦します。憧れの同枠オファーは道端でマネジャーから不意に聞いたそうで、本当にカドラファンで、次は誰が主役か楽しみにしていた枠、ヴィヴァンとはガラッと変わる役柄なので機会をいただけてありがたいですと語っています。飯沼さんは21年にドラマ初出演、最初はセリフを覚えて自分のことでいっぱいだったけど、今は2年前と比較すると余裕が出てきたと自信を覗かせましたが、社会現象を巻き起こすほどの大ヒットとなり、続編への期待も高い日曜劇場ヴィヴァンのオファーには、でした。嬉しいとか感じる前に驚き、すごい作品になると思うからと言われて大丈夫かなとも思っていましたと語りました。ヴィヴァンでは丸菱商事に勤めながら天才ハッカーブルーウォーカーの顔を持つ大谷穂を熱演、豪華共演陣にどの背中を見ても学ぶことしかなかった、贅沢で学ぶことが多すぎて圧倒的ですごかったです。キャストの数も多かったので、いろんな方、お芝居の仕方、現場の振る舞いを見ることができましたと振り返りました。飯沼さんは自身の撮影日以外も現場に行き、他の出演者の芝居を見て勉強をするほどの努力家だそうです。共演した堺雅人さんからはセリフの滑舌が良くなる秘伝を教わったそうで、堺さんは一言一句きっちり完璧にセリフを覚える、番組で台本は神様の言葉と言っていて確かにと、俳優の元に届く本は何度も打ち合わせを重ねてきたものだからとうなずきました。福澤克夫監督からも多くを学んだそうで、芝居についていっぱい話をして今後お仕事を続けていく上で大事なことも教わりました。印象的だったのは、監督もお芝居よくわからないよと言われたこと、意外だけど正解がないから難しい、でも面白い世界だと思いましたと目を輝かせました。意外にも今後やりたい役はギャル役の子を見て楽しそうだと思ったので、不良とかやってみたいと新たな一面も覗かせました。女優として飛躍し続ける飯沼愛さんから今後も目が離せませんね。そして最後にヴィヴァン続編の伏線について紹介します。高視聴率をキープし続け、最後の最後まで期待を裏切られ続けました。最終回ではテントの指導者ベキが命を落としましたが、そのベキが本当は生きているのだとすれば続編が期待できるのではないでしょうか。ベキが生きていると思われる理由について解説していきます。
最終回での乃木と残るが電話をしているシーン。残るが乃木に、墓はバルカに立たせてほしいが構わないかと聞くと、乃木は好天心なく忠徳をこれたすく、花を手向けるのはまだ先にするよと残るに伝えました。この好天心なく忠徳をこれたすくは、天は公平でひいきせず徳のある人を助けるという意味です。そして花を手向けるの意味は、個人への感謝や敬意を表す行為です。すなわち乃木はべきを個人とは認めていないということなのではないでしょうか。さらにそれを聞いた残るは怪訝そうな表情をしています。乃木のメッセージの意味に気がついたということなのかもしれません。もう一つは、乃木は射撃の腕前が神業という点です。別班の仲間4人も殺したと見せかけて全員急所を外しています。今回も急所を外そうと思えば外せたはずです。ではなぜ乃木はベキのことを本当に生きてはいないというふうに抱きしめたのでしょうか。それは死んだと思わせるためでしょう。また野崎のセリフ、3人の遺体はすす同然で発見されました。野崎が上原長官に言った言葉です。すすで見つかったのであれば遺体の確認は不可能です。そして最後のシーン、別班まんじゅうが神社に置かれていた意味は、別班の緊急招集の連絡方法です。これは公式 X によって明かされています。別班の緊急招集の連絡方法は、赤の別班まんじゅうを指定の神社に置くこと。乃木は神田明神、桜井は普陀天神社に毎朝お参りをして常に祠の確認をしています。野崎に徹底マークされていると考えた乃木は、電話やメールでの連絡を控えて5話でこの手段を使いました。リバンの最後は、赤いまんじゅうが神社に置かれていた、それに気がつくところで終わります。この意味深なラストが続編があることを揶揄しているのではないかとネットニュースは報じていました。また福沢監督はファンミーティングにて次のように語っています。ヴィヴァンの続編については、正直3部作くらいまで考えてると語り、次回作は皆さん次第と笑みを浮かべていた。ヴィヴァンには回収しきれていない謎がまだまだあります。常にワクワクさせてくれる素晴らしいドラマだったと思います。映画化などの続編に期待したいですね。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。